本当の親友だね。さあ、いつまで避けられるかな。試してみよう。ネバネバだ。知ってる最高の海賊はジェフだ。おめえは、そうだな、スクエアワン。ずるいな、おいらもそれがいい。じゃあ、お前はスクエアツー。それいいな。あ、バトルソックス、会いたかったぜ。おめえらは乗り組み員だ。きつくて心の折れる作業をする。じゃあゴミ箱掃除とか。スクエアワン、風のボンゴと空飛ぶボートを使って俺の船に乗れ。乗ったなら最後の靴下を掲げ、でっかい大砲を撃て。そうすれば昔の仲間がやってきて、あいつの破滅を喜ぶはずだ。あいつの失脚を解雇か。エビ提督を解雇するんだ。
の大砲を見せてやる。お菓子だ。食い正面、特別なパインなのか？へへへへ、板歩きの刑にしてやる。僕が歩くのは友情の道だけだ。それはビクトリータウンに続いているんだ。かかってこい。待ってろよ。もうすぐエビ帝国に勝てる。さまよえずオランダ人が喜ぶし、僕らは魂を食べられずに済む。
がいいよ。いや、潰さない。ああ、パイナップルハウスだ。やっとビキニタウンに帰れるね。次は124ポッチストリート。戻ってきた、愛しのパイナップルちゃん。でもゲイリーがいなければ家とは言えないよ。探しに行こう、パトリック。どういうつもりだ、プランクトン。その餌をどかせろ。プランクトンとカーギさんはすごく仲が良さそうだね。念のため話は聞いておこう。